皆さん、こんにちは。エフェクティブプレゼンテーションズということで、私、日本福祉大学の影戸がお話をします。これはアジアンスチューデントエクスチェンジプロジェクトとか、ワールドユースミーティングに参加をし、海外の学生さん、あるいは海外の生徒さん、高校生たちと一緒にプレゼンテーションする日本の高校生、あるいは大学生のために、ちょっとここを気をつけたらとてもいいプレゼンテーションになるという、そういう解説をしたビデオです。このファイルの方は全て英語で書かせてもらってます。皆さんプレゼンテーション一生懸命作るわけなんですけども、そういうEFL、 英語を外国語として学ぶ、ある意味ではそのクラスを出るともう英語を使う機会がないというような、外国語として学ぶ日本の学生にとってですね、英語を使うということは大変難しいことなんですけども、ただそれは韓国やカンボジアや、あるいはベトナムでも同じことなんですね。フィリピンとかマレーシアは第二外国語、日常的に英語を使う機会があるので、プレゼンテーションやると言っても楽なんですけども、そういった意味では EFL として、この外国語として英語を学ぶ我々にとっては、いくつか気をつけなくちゃいけない場面があります。で、そういった中でいいプレゼンテーションって何だろうということを考えた時には、やはり聞き手が「I got it」、分かったよ、I'll keep your core message。 あなたが伝えようとしたその大事なメッセージというものをですね、私本当に理解できました、本当に感動的でした、というふうに聞き手が理解する、理解できた、感動したというところがプレゼンテーションの一番の魅力であるし、その時初めてプレゼンテーションは成功したと言えるわけです。ですからそのためには、Who is your audience? 誰があなたの聞き手なのか、聞き手が分かるということがプレゼンテーションの成功の条件であるならば、プレゼンテーションを英語でするわけですから、その英語はどのレベルの英語がいいのかということをしっかり考えて、作っていかなくてはいけません。例えば、Heterogeneous Environment、これを別の言い方にしますと、in different cultures ということになります。で、heterogeneous environment、異文化環境でという言葉なんですけども、こういう言葉を使うと、やっぱり高校生とか、あるいは英語のですね、2級レベルより下の人には、そういう人も一生懸命大会には参加しますけども、なかなか難しい。で、そういう言葉をなるべくなくしてですね、分かりやすい、普通に使う英語レベルというのを考えていかなくちゃいけないわけです。で、そういった意味で、この「オーディエンス・マターズ」という言葉があります。「ブラック・マターズ」、黒人はとても貴重であるし重要なんだ、オーディエンス・マターズ、聞き手のことを考えるということは、プレゼンテーションを作る上でとても重要な要素になってきます。例えばちょっと今ビジュアルにプレゼンの高校生、あるいは中学生がプレゼンをしてますけども、こういうところも、こういうビジュアルエイズといいますか、直感的にこう分かる図なんかを使うとも大事なんですけども、で、ここに書いてありますね、 Audience can understand if it was slow, short, concise enough。 もしオーディエンスが理解するならば、それは素晴らしいと。そのためには、それがゆっくりと、そして分かりやすく、短い英語で伝える、そして、きちっと整理された短い表現であるということが非常に大事なわけですね。で、スピード、スローということがキーワードになってますけども、ちょっとこれは商業高校の素晴らしいプレゼンなんですけども、そういった意味で全ての
オーディエンスが理解できるようにゆっくりと丁寧に、そして気持ちを込めて喋っています。その基準としてここにありますように、1分間に125程度の言葉がいいというのがこのビデオから分かってきます。ちょっとご覧になってください。 The title is Break the Wall. Give a big hand. Do you know any left-hand people? Are there any lefties in your family or class? Please raise your hand if you know one, two, more. Thank you. Now, how about disabled people around you? Do you know one, two, more? Thank you for your cooperation. First, we must have courage to realize that we discriminate level and have prejudice against disabled people. According to our questionnaire, many of us said, no way, I don't have such negative behavior. まずプレゼンテーションにこう引き込まれていきますけども、一つはまあジェスチャーとかポジショニングとかあるんですけども、特にしっかりとゆっくりと丁寧に伝えるというところ、そのスピードが彼女が喋ってくれた話し方が本当にこう聞きやすい、どんな英語のレベルの人も英語に興味があって勉強している人であれば分かるということ、まあ、オーディエンスが分かるという意味ではとてもいい、素晴らしい生き生きとしたプレゼンテーションでした。ちょっとご覧になると分かるように、こういうふうにこう分かりやすい図も一緒にですね提供すると、オーディエンスの方は、あ、この人はこういうところで言いたいんだな、身の回りの障害者ということについて、 Have you ever discriminated against disabled people?差別的な感じがあなた今までそういう感じで対応したことがありますか、というようなことが書いてありますけども、まあ、そういう質問を投げかけながら展開をするという、ポイントは、聴衆が聞き取れるということですね、ことが非常にこう大事であるということです。でもう一つ、これはある大学生、とても素晴らしい大学生、ネイティブ並みに喋れる人が、見事なプレゼンテーションをやったんですが、ちょっと聞いてみてください。We'll present the following topic on fact-checking on social media and who should be responsible for this. Based on our research, our table of contents is as such, and we're going to start with why social media.Well, social media is becoming increasingly popular as a news source as it offers the chances for different sources coming from different outlets and people. But this also means that it's also... 本当にネイティブ並みで、ディスカッションというかディベートをやってる時にポンと出てくるような素晴らしい英語なんですけども、これだとその EFL 英語を外国語と学んで外であんまり英語を使わない、日常的に英語を使わない、日常的に英語を常に聞いている環境にない私たちにとってはちょっとこう難しいかなという感じがしますね。だからポイントは、聞き手がしっかり理解できるようなスピードを考えるということです。同じように、Whether audience can understand or not、聞き手が分かるかどうかというもう一つの事例ですけども、ゆっくり喋るというのを私たちは授業でやっています。これは海外とカンボジアとかフィリピンとつないだ時にですね、これくらい丁寧に相手のことを、相手の理解、これ授業中ですので授業中の学生の理解、聞く力を考えて展開をすると学生たちも理解できたという事例です。ちょっとご覧になってください。English. これは私の同僚の佐藤先生がフィリピンの MKD の学生に聞いているところなんですけども、これを聞いている学生もですね、英語を日常的に聞いているわけじゃないんで、ゆっくりと喋ってますね。だけど内容はゆっくり喋ることによって聞こえるということで、相手の言うこともですね、しっかり理解できて、交流、国際交流、異文化理解につながっていくわけです。
So aside from the English subject that we learned from the secondary school, so we use the English language in science, mathematics, MAPE, or which is consists of music, arts, physical education, and health. まあ、こういうふうにフィリピンは、高校ではですね、科学とか、もちろん英語の科目はそうですけども、サイエンス、フィジカルエデュケーション、まあ、ほとんどの、科目で、まあ、英語で、教えられていると、英語で学んでいるということをおっしゃってるわけですね。でいろんな事例があるんですが、これはカンボジアの先生が日本の学生にも分かるようにということで、まあ、オーディエンスが理解できるようにということでゆっくり喋ってくれてます。Yes. Well, I was very grateful to present some English lesson teaching method on PTTC student and our Japanese friend. We also use EDU port and ICT education as teaching method and teaching materials by using video clips for our learning sessions.These were 日本福祉ボランティアスチューデント、これは日本福祉ボランティアスチューデントという、こうやっぱり日本の学生が分かるようにゆっくりと、相手が初めて分かってコミュニケーションというのは成立するという意味で、特に EFL で学んでいる学生に対しては、まあ、ゆっくりというのが鉄則、大変重要なことかなと思います。これはプレゼンテーションですけども、向こうの学生が日本の学生にプレゼンテーションします。その時もこちら側が分からないと意味がないので、ゆっくり喋ってくれてます。ゆっくりというのは、間をしっかりと取ってリズムよく喋るという、そういう理解でいいかなと思います。 FRES at which students is complete school in different depending on the level. Only 82% of studentsIt's graduated from primary school, and 45% of students from junior high school, and as low as 22% in senior high school. And there are some reasons illustrate this situation. First, schools are far away. Second, parents need the help of the...まあ、学校を卒業する人のレートというのが、まあ、高校レベルでは 22% しか高校を卒業しないと、残りの、ね、78% の人はですね、高校を卒業しないと、なぜかということでこう理由を述べているわけなんですけども、そういうカンボジアでは SDGs を実行するということが国を立て直すというか、国を豊かにするために必要だということを喋ってくれているんですが、まあ、英語のプレゼンテーションの観点から言うと、ゆっくりと丁寧に喋るということが非常にこう大事であるということです。で、スピードのことについてはお話をしましたが、次にはですね、プレゼンテーションを書くときに、文章を作るわけなんですけども、それを話し言葉で書かなければ、大変聞きにくいという事例を説明したものです。 Presentation lines that make all the differences。 このプレゼンテーションラインズというのは、プレゼンテーションは、セリフのごとく喋る、話し言葉で原稿を書くことが大事ですよという、こういう鉄則があります。これが、アジアで共に学習する高校生や大学生に伝えるべき、重要なルールとなります。例えば、Writing a manuscript、発表原稿ですね、ダイアログフォーム、対話のやり取りのように書くというのが非常に効果的ですということです。それは、Presenters are like actors or actresses thatリゾネート with the audience とありますけども、リゾネートというのは、
まあ、同調するとかね、感情を合わせるとか気持ちを合わせて伝えるということなんですけども、そういったことでは、セリフ Light Lines とありますけども、セリフを書くようにその原稿を書くということが非常に大事ということです。そして時には、質問も入れてみる。 Hello, what do you think? とか、It's amazing what a wonderful presentation. UP students did a good job. とかですね、そういう言葉を入れるということも非常にこう大事ですね。感想や気持ちを入れていくということですから、ここのまとめはですね、ダイアログフォーム、対話、セリフで書いていくと非常に言いやすくなるし、言いやすくなると気が楽になるし、すると英語の喋りも上手くなる。 Easy to say、 言いやすいというのは Easy to understand、 聞く方にとっても大変聞きやすい。 Easy to say、 言いやすいということは、その原稿をきちきちっと、流れさえ覚えればいいんですけども、その流れを覚えるということも大変便利であるということですね。 Easy to say、 言いやすい、短い、セリフ、対話文ですね、ということが非常に大事です。例えばこの短くですね、短いセリフできちきちっと伝えてると聞く方も楽だという例で、この南山国際高校の例を見ていただきたいと思います。でもしこれがですね、長いエッセイ風であれば、それはもう long and boring、 だらだらと続きますし、 boring、 もうまだ続くのかって眠くなっちゃう。ところがセリフであると非常にこうテンポよくですね、伝わってくるんで気持ちもこう入ってくるということですね。だいたい one sentence are less than 10 words、一つの文章がまあそんな長くない、10ぐらいの単語で構成されているということが非常に重要かなと思います。Next, we had an interview with Yuzuki Kondo via Zoom in August. Actually, Yuzuki is a graduate of Nanzan Kokusai. She has joined in World Youth Meeting. Yuzuki is involved in a variety of activities at a workshop called Salasusu in Cambodia. At Salasusu, Cambodia women who didn't receive sufficient education are making handmade bags and other items.As we thought about quality education, we could hear valuable things from Yuzuki. One day, Yuzuki had an occasion to visit Cambodia for internship. で、こういうふうに分かりやすいですし、これはZoom を通したプレゼンテーションなんですね。で、そういうZoomを通したプレゼンテーションの時には、なおさらゆっくりとクリアに喋るということが必要になってきます。Influenced by her previous...ですから、具体的にエッセイ風ではなくして、セリフを伝えるように書くということをやってやるということが必要です。例えば具体的な例ですけど、エッセイ風に言いますと、一つの文を書くときに、喋るときには 2021 may go down in history as the year that the global community managed toclaw out from under the giant log of the COVID-19 pandemic. 2021年は、歴史的な年になりそうですね。それは大きな岩、COVID-19 の悪影響のですね、大きな岩からの下からですね、逃れ出るような、そういう年だったからですね、ということですね。これをこう喋られるとなかなか分かりにくい。ところがセリフとしてこれを喋るとどうなるかというと、 We really want to make this year a wonderful year. We surely beaten the COVID pandemic. Let's make history with the world. Do you agree? こういうふうに、この年はいい年にしましょう。本当に私たちは COVID をやっつけています。本当に世界と一緒に歴史を作りましょう。
というふうにこういうふうにセリフ風に言うと言いやすいし、また聞きやすいということですね。そこ、で時に質問を入れるということ。Do you agree with this opinion? Oh, I disagree with this opinion. And for the solar panel, on a rainy day or a cloudy day, it doesn't generate much. It's not stable. あなたはいろんな意見ありますけども、ソーラーパネルがいいというこの意見賛成ですか？私は反対です。というふうに質問して、まあ、自問自答じゃないですけども、そういう形でリズムある、テンポあるこの話し合いを入れていくということが非常に大事かなと思うんです。時には、そのテンポの良さがですね、友達を引き込む、心を通わせながら、コアメッセージ、重要なメッセージを相手と共有していくという、そういう大きな動きがプレゼンテーションの中で出てきます。あたかも、as if you were talking to a friend、友達に喋るように、with emphasis and lively dialogue、生き生きとした、会話で、そして共感を得ながら、どんどん伝えていってくださいということですね。そして、プレゼンターとアナウンサーの違いというのがあるんですけども、よく似ているように見えますけども、プレゼンターというのはこうオーディエンスが誰がいるのか、おじいちゃんもおばあちゃんも、お兄さんもおじさんもじゃなくして、この大会の相手あるいは私たちのプレゼンテーションをやるときの前にいるのはちょうどあなたたちであれば同じ高校生であるし同じ大学生であるし、非常に気持ちが、通いやすいある年齢層がしっかりと気持ちを込めてわざわざ、スイッチを入れてわざわざあるいはその場所に来てくれて聞いてくれるんですから、その距離感というのは非常にこう近いわけですね。ですから You will be able to raise sympathy、この共感性という心をお互い合わせながら一緒にある問題をこう考えていくという、そういうことがプレゼンテーションでは可能になってきます。ですから、アナウンサーは淡々と事実を伝えていきますけども、あなたたちのプレゼンテーションは必ず責任を持ってあなたたちの気持ちを込めてですね、こうコミュニケーションしながらこの問題を考えようという、プレゼンテーションはただ単に伝えるだけではなくして、共に考えるきっかけ提案をするという、そういうアクティビティ、動きのある、対話なんですね。そこをしっかり頭に入れておいてください。で、ここからは、ワールドユースミーティングのプレゼンテーション、今年度については、こういう形式で進めていくということですね。プレゼンテーション部分はここにあるように6分です。6分プレゼンテーションすると、そこでチーンと鈴が鳴ります。するとディスカッションに入っていくんですけども、ディスカッションは、この司会をするのは MC はフロングループプレゼンテーショングループから一人出てきて、それでは皆さん、私たちはこういうことについて、アクションプランを提供しましたけども、皆さん質問ありましたらどうぞということで、このチャットに書かれた質問からですね、プレゼンテーションをピックアップしてみんなで、その答えを、答えていきます。答えるだけの人たちが準備されているグループもあるかもしれません。人数が少なくて、とても司会とか答える人とかそういう人が準備できないグループは、まあ、私たちはこんな思いでプレゼンテーションを作りましたという形でリフレクションビデオ3分間流すということも可能です。はい、流れを確認をします。45チームが参加をするんですが、最初の3分間のプレゼンでは、まあ、こういう現象が起きてますよ。私はこう思います。次の3分間では、私たちこの問題についてこういうふうに討論して、アクションプランとしてこういうふうに行動を変えていきましょうと。それを皆さんに提案したいと思います。これで6分が終わります。プレゼンテーションはこれで終わりです。
その後、プレゼンテーションのグループの中から MC が一人代表してですね、あるいは同じグループで、プレゼンをしない人でもいいんですけども、チャットの中から質問を聞いてですね、そしてみんなで答えていくという時間がディスカッションになります。ですから、プレゼンテーションの2つ目の時間ブロック、後半部分、結論部分では必ずアクションプランを入れてください。それは実際にですね、一つの例ですけども、どんなイメージのプレゼンテーションになるかご説明したいと思います。My responsibility to climate change。こんな感じでですね、いろいろエアポリューションの問題とかいろいろありますよねつって、一般的な、コモンインフォメーションをですね、みんなに提供して、そしてあなたの気持ちもですね、ここだし気持ちも、私本当にこの青い空嫌だし、なんとか青い空のまんまで豊かな経済生活ってできないでしょうかというようなことを語っていきます。そして例えばこういう世界的な状況も説明を加えて、二酸化炭素の排出量、中国そしてアメリカはもう半分近く占めしてますね、私はこの人たちにこうしてほしいというようなことを語って、次に、自然の社会ではこんなことも起きている、多くのシロクマがですね、子育てもできずに氷が溶けちゃって死んでいくという、これに対して私はこう思うと、なんでうまく地球上の生き物がですね、私たちの勝手さで被害を被っているってことを止めるってことは絶対やっていかなくちゃいけないと思います。このシロクマだけを語るって言ったらみんな誰でもできるんですけども、事実何匹死んだとか温度が何度だとか、そこではなくして、発表しているあなたの気持ちをしっかりと伝えて、一緒に次のアクションをやっていきましょうということが大事なわけですね。例えば、そういうことでフライトシェーミングということ、飛行機に乗るのはとっても良くないことだと、二酸化炭素をどんどん出しますからやめましょうという人は、こういう、これはグレタさんという人ですけども意見があります。それについて私たちは討論しましたと。で足元からの環境改善ということを私たちは考えたんですけども、私たちは We are easily forget important issue、しょっちゅう地球温暖化ということを聞いてても私たちすぐ忘れちゃう、だからどうしたらいいのかということで、全体に流すと結論が出てくるわけなんですが、ちょっと復習しますね。こういう事実がありますね、こういう事実があって私はこう思います、もう心痛い、こういうふうに思います、だから私たちはこういうことも考えました、そしてこの人も言ってたんですけども、それで私たちのアクションプランはこうです。これは事例ですから参考にしてくださいね。 Vitalize well-known slogan solution、よくみんなが知っているスローガンとかですね、解決方法をもう一回こう生き生きと身の回りでその呼び起こすようなアクションをしたらどうでしょうか。Burning the plastic bottle、プラスチックボトルをですね燃やしたりしてガスを出したりとか、温暖化にそういうのを避けたいと、避けるためには、その 3R リユース、それからリサイクル、レデュース、減らすというような Already bored、 もう退屈に思うことをもう一回ちょっときちっと生活の中で取り組み直してみましょうと。そのためにはこういう、これ進撃の巨人ですけども、こういう、缶とかですね、プラスチックボトルを入れるようなんで回収率を上げようというのもちょっといいんじゃないって、それとか TikTok とか Instagram とかこういうことをやって、もう一回もう忘れやすい私たちだから、こういうアクションでクライメットチェンジに取り組んではどうでしょう。その他、これ忘れてたな、なんかこういう作るのも大変ですけども、なんとなく子供もなんこうなんか理屈で、地球温暖化だからっていうよりも、なんかちょっとこう
遊び心みたいな形で問題提起のし直しをすると少し良くなるかなという、これはまあ一つの提案ですけども、で、まあ、タイの例ではこうですよ。 Find the lake、 湖や土地を探してこういうふうにソーラーパネルの場所を考えていきましょうとかですね。それでその後こうやった後3分間の、ディスカッションタイムに入っていきます。プレデングループあるいはプレデングループで待機していた人が出てきたりですね、そして我々のプレデン、プレゼンテーションの最後にありましたようにアクションプランはこうですと、そして、チャットの中にいろんな質問を皆さん書き込んでくださいということで、その中から拾い上げてですね答えていく、これがですね全体の流れですけども、特に、まあ、こういう流れで作ってはどうかという提案なんですけども、いくつかのポイントもありました、ゆっくりと、そして動作も入れて、で分かりやすいシンプルな、ビジュアルエイズ、ビジュアルファースト、ビジュアルファースト、パッと見たら分かるというプレゼンテーションをのスライドを準備してください。なぜ見たら分かる、そういうビジュアルなスライドが必要なのか、それは言葉を乗り越えるんですね。直感的にパーンと見たらこの人は何を喋ろうとしているのか分かる、こと言葉を超えるとてもインパクトのある、洗練されたソフィスティケイティインパクトイメージ、イメージがあると言葉を超えてくれますから、そういうその ICT の使い方も効果的に進めていってください。それでは皆さん、皆さんのいい作品をお待ちしています。 World Youth Meeting or Asian Students Exchange Program、これはですねプレゼンの技を競い合う、場所だけではなくして、さらに大事なのはプレゼンで考え方を共有して、そして次の世代、次の地球を考えてくる、次の国際連携を考えてくる、アジアの平和を考えていく、そういう場面がワールドユースミーティング ASEP の場面です。話し合って、共に感じ合って、共により社会をと、そういう友情を築き上げる、そういう場面です。俺はうまいんだと、プレゼンテーションがだから早口で、ブワーッと喋るという、そういう大会ではありません。お互いに情報を共有して、そしてお互いに友情を築き合いながら、お互いの考えを積み重ねながら、新しい次の方向を君たち若い世代が築いていく、そして行動していく、その起点となるのがこのワールドユースミーティングです。やがてあなたたち卒業してですね、10年後、28とかその頃ですね、どっかでお互いこう職場でだとか国連でだとか、あるいは国際学会で会ってですね、ワールドユースミーティングであんな話をしたよねっていう、あなたのプレゼンあの時うまかったよねっていうことじゃなくして、あんな話したよねっつって、今どうしてるっつって、お互い頑張ろうとか、自分の幸せも考えながら世界の幸せも同時に考える、でそういう練習の場としてですね、このワールドユースミーティング ASEP ぜひ活かしてください。以上です。